皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。旧盆のお疲れはありませんでしょうか。ごちそうはまだ食べてますか。田尻支給さして食べてるかもしれませんが、そろそろごちそうがなくなったかなと思ったら、今度は旧盆の時に長く持たせようということで青かった果物たちが熟してきてですね、美味しい食べ頃を迎えているのではないでしょうかね。小さい頃はまた今年も同じ料理だななんてちょっとヘキヘキするところもあったんですけれども、大人になりにつれて毎年同じものを同じメンバーと一緒に囲むっていうことの幸せを感じたりしています。さあ、沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は外務省在リトアニア大使館特命全権大使の重枝豊英さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。重枝さんは1952年生まれ、鹿児島県のご出身です。中央大学法学部を卒業後、1981年に外務省に入省、2000年に在ウィーン国際機関日本政府代表部参事官、その後代表部講師を務められました。在フランクフルト日本国総領事館総領事、在ホノルル日本国総領事館総領事を歴任後、現在の在リトアニア大使館特命全権大使に着任されました。今回の来沖はハワイでのウチナーンチュとのご縁や、国頭村とリトアニアとの交流の一環、国頭村での講演後、沖縄の自然や食文化も堪能してくださったようです。講演の演題はリトアニア、遠くて近い国。その優しく軽妙な語り口は日本とリトアニアを本当に近くしてくださる予感がします。それではどうぞ。コーラルラウンジにリトアニア大使の重枝さんをお迎えしました。今日はありがとうございます。どうもありがとうございます。重枝です。本当に飛行機乗る前に寄ってもらいましたよ。外務省の大使でいらっしゃるんだけども、はい、すごく固いイメージがやっぱあるんですけど、ラジオ聞いてる人にとっては、はい、私自身は大変真面目な人間ですが、しかしすごくとっつきやすいんですけど、失礼ですが、はい、いろんな経験をさせていただきましたけれども、でも私たちの役者さんみんなとっつきやすい人が多いと思いますので。そうですか、はい、今日は服装もリラックスしておられるしね。これはいわゆるアロハシャツ、そしてかりゆしという形もあると思いますけども、沖縄の御許を得て今回は背広ネクタイではなくて、沖縄に敬意を表するために、あえてこれできました。今回重枝さんは沖縄への訪問は、今回は沖縄の訪問は、3つぐらいあるんですが、1つは私ここに来る前はハワイで仕事をさせていただきました。その際ご承知の通り総領事なさって総領事をしておりまして、ハワイの、移民の方の子孫がたくさんおられます、そしてハワイと沖縄の交流ご存じ通り頻繁で、その際にこちらに来られた上田副知事とか、はい、それから尾中知事とも声をかけさせていただいて、いろいろとお世話になりましたので、今回そのお礼に。そうでしたか。ハワイでうちの安中が日本大使館にいろいろご迷惑かけたりお世話なったりしてませんでしたか。いやいや、皆さんお世話するのは私たちの仕事なのでいいこといっぱいありました。いい交流ができました。これ一つ、それから今日おいでいただいたのは、私に国頭村長の宮城さんから、いや島田さんねと、こういうすごくユニークな方が来られるんで、ぜひあなたのコーラルラウンジにお招きした方がいいよという話だったんですよ。はい、ありがとうございます。実はその通りで、今回来ました大きな目的は、国頭村とそれからリトアニアという国のある町との交流を、構築していくということがございまして、それを応援にするために、まだお目にかかってないパートナーの方である国頭村長にご挨拶、それからご説明に上がるということで参りました。国頭まで行ってきたんですか。はい、国頭行ってまいりまして、一泊させていただきまして、自然と
食べ物、人、この3つの点で非常に優れた場所だと思いましたので、長期滞在でもう休暇を過ごしたいなと思った場所でした。あそこ2年後には世界自然遺産に登録予定ですので、はい、それで今日からヤンバルクイナにもお目にかからせていただいてあの非常に海と山がこのマッチした形で、なかなかリゾートとしても非常に優れたところだと思います。リトアニアにはない自然風景だと思いますね、はい、リトアニアにはない、まさに海は少ない、海に面する場所は少なくて平原の町ですから、国なので、この海と山がこの重なり合って、一つの地域を形成するのは非常に貴重な場所で、リトアニアの人にとっては、憧れている場所だと思います。世界自然遺産登録まだまだいくつかハードルもあるそうですけども、はい、これも応援お願いします。はい、実は私は1990年ですか、世界遺産条約日本が入るときに実は担当してたものなので、外務省で。そうですリトアニアといえば、まあこれやっぱり日本人にとって、あるいは沖縄の我々にとって遠い国ですよ。そうですね、地理的に言いますと、まさに日本からはやっぱり9000キロぐらい離れていて、ヨーロッパの中の平原の果ての果てに、海沿いに、位置した小さな国ということで、周りはスウェーデン、ドイツ、そして今ではロシア、昔ソ連、という大国に挟まれながら、一つの民族としての攻防をこう経験してきた国です。ソ連崩壊の1900、そうですね、90年からの時、はい、あの時にバルト三国が独立するという動き、はい、これは記憶に残ってます。そうですね、まさに生々しい記憶として皆さんも覚えておられるかもしれませんけど、東西冷戦が崩壊する、集結する、いわゆる東の国のブロックが崩壊する、それドイツのベルリンの壁、そしてソ連の国の独立、その中にあって、そのバルト三国、大きな政治の中では見逃されそうな動きだったんですけど、国際社会の考え方、見方につけて、非暴力で、みんなの文化的な活動を通じて独立をって、粘り強くやって、ついに独立を達成できた国ですね。人の鎖でしたね、はい、1989年ですね。それは3つの国、小さな国が連携をして、今申し上げているリトアニアの首都から、それからラトビアという国、そしてエストニアという国、その首都を結んだ600キロ、人が手を携えただけで作った鎖600キロのものを作りまして、非常に200万人が参加したということで、かつて歴史上ないような人としてのその思いをですね、こう発信したという、非常に象徴的な独立運動を展開した国です。ただその今回、1年前に初めて行くことができまして、いろいろ発見すると、この国は今国を作っている段階です。いわゆる創業から今建国にかけて、そして国の発展をこう目指す、そのステップをこう味わいながらこの国を作っていくんですが、その過程ではいろんなものが必要になりますし、国際社会との連携や、それから国の中での強さ、特に人材の育成といった教育面も多いし、そういう意味ではその、困難はたくさんありますけど、国を作っていく楽しみがあるような地域じゃないかと思いますので、日本の方も古く明治維新の時に大きなチャレンジをこう仕掛けて、それをこういろんな困難を克服してやってきました。そういう意味でその、日本の、後を追っていくような形になっていく国なのか、あるいはまた独自の道を歩んでいるのは非常に興味深い国です。人口300、はい、300万ちょっと切るようになりまして、今その発展の過程の中で若い人たちがその、近隣の先進国に行って技術を学んだり経済力をつけたりするということで、人口が少し流れていく状態、これをこの反転させて国の中に産業を作って若者を取り込んでいくかどうかということが国の課題の一つになっています。25年、独立の時の、ね、高揚感みたいなことを今度現実として捉えて、同国づくりという多分フェーズなんでしょうね。そうですね、今独立をその達成した時の人がまだ生きておられる人がたくさんおられて、その人たちが、建国の時の、いわゆる革命ですけどね、その時の精神というものを忘れないように、今 その若い世代、次第にその、社会の主要な役割を果たす人がその建国の時のから若い人に移ってきてますので、その人を世代間にその革命独立までの苦労を覚えてもらい、そして国の行くべき方向というのをその、考えてもらうというような、いわゆるその世代間の論争論議、そして世代間 の, その、思いを伝えていくということが、この国づくりの中の一つの、今争点になってますね。もう一つこの番組の今聞いてくれてると思いますけど、はい、富田恵さんがですね、
彼女はその琉球沖縄の文化の発信人なんですけども、ね、はい、彼女からの話、そのリトアニアと聞くと、その独立の時、多分こう歴史の編成の中で、はいはいはい、歌を持って、はい、あの自らのその民族のというのかな、はい、その表現を歌によってと、その子どもたちの歌というのをすごく記憶しているというんですけども、はいはいはい、そうですね、あのこれはあのまさに正しいご指摘いただきました。もともとこの地域の人たちは、うん、あのリトアニアに限らずラトビアもそうですけども、歌が好きな民族です、うん、そして踊りも好きな民族で、これ沖縄も好きですね、はい、非常にその知ってる部分があると思うんですけど、その歌を通じて自分たちの思いをこう伝えていく、その中には独立という非常に重い政治的な課題をあの歌を使って平和的な手段でこうそれを訴えかけていって、決して諦めないでやっていたというその強い精神力がある一方、まあその歌の中に込められたのはあの抑圧された歴史だとありますし、自分たちのこのまあ生活をこう自分たちの考えている言語で発表したいという、その抑圧された中でのその辛い思いをこう歌の中にこう歌い上げていったということでありますから、その歌の持っているものを最大限で使いながら、その自分たちのこう考えている社会を作っていくと、そういう努力をされた人だ。歌なんですね、はい、あのでリトアニア今言葉は、はい、言葉はあのインドヨーロッパ語族の言葉で、これはリトアニア語で世界で一番古い言葉の一つで、あの今でいうとインドのサンスクリット語ですね、うん、あれとこう似通っているところがあります。あの勉強不足で申し訳ありません。そのリトアニアの民族として言葉を今も持ってるんですね。はい、あの独自のものを持って、今話すのはリトアニアと、それからその兄弟関係にあるラトビア、この2つで合わせてだいたい500万人、海外に入れて550万人ぐらい、この人たちがあの世界で一番古い言語、イギリス、まあ、ロシア語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、それたちの全部の祖先になっている言葉をやってまして、ね、うん、はい、あのいや、あの想像できるんですよ、そのバルト海に面したあの小国がね、はい、東にはロシア、ソ連邦という大国が出現する時代を経てながら、はい、そうですね、で西にはドイツや、はい、そうですね、まあ、今、はい、あのヨーロッパの大国、はいはい、この中でずっとこの歴史に翻弄されていった、はい、という歴史ですよね、はい、まさにその通りで、あの、地理的な利便性もあったのかもしれませんけども、その隣の隣国がこういろいろ活動する際に必ず通過点になってた場所なので、取ったり取られたりしたわけ、はい、されたわけです、あのまさにそういう地理性の利便性の良さがそういうことになったと思いますけども、まあ、あのいろんな国にこう征服されて、まあ、自分たちも一回はそのヨーロッパの覇者になったような時期もあったんですけど、うん、多くはやっぱり抑圧されたあの経験が多いという民族なので、そういう意味で、まあ、非常にあの得意な歴史を持っていて、他の強国で分からないかあの苦しみを味わったところですね。言語を今も持っていて、あのその言語はね、あのそれはずっとこの地下でこの下の方であの守り続けたものですね。我々あの琉球民族は失いつつあるもんですからね。あ、今はあのハワイでもそうですけど、その琉球のあのうちの人の言葉というのは非常にあの子供たちが非常に正しく習ってますし、どんどん拡大していっていると思いますけども、この那覇の町があの言語がこう寂しくなってきていましてね、ハワイに行ったりブラジルに行くと琉球言語残ってるんですけども、というのは それは那覇が国際化してきている証拠ではないですかね、うん、あの いいように言ってもらってありがとうございますで歌 で民族の表現ができているというのは、これまたそうですね、まあ、歌が好き踊りが好きということで、うん、それしかしかし表現する手段が与えられなかったということもありますので、うん、その中であの生活を歌い、そしてその地域の独立性を歌い、そして民族の独立をこう歌ってきたという歴史がありますので、まあ、あの地域によっては25万人ぐらいの合唱をやって、そのまあ、自分たちの その祖先の活動や、それからその国 の, そのまあ在り方、そして独立へ その希望を与えられたことがありますし、こういう伝統は昔からやっぱりこの地域にあります。今もあの4年に1回大祭典をやってます。聞いてみたいな。4万人が歌って20万人が聞くということで、あの参加するすべての人が歌い手であり、そして聴き手であるということで、非常にあの、まあ、東洋とは違った形 の人々、いわゆる国民が主役であって、国民がその聞き役という、うん、多分ことをやれる人たちだと思います。コーラルラウンジに来ていただいたのも、はい、
その沖縄のメッセージ、沖縄のメッセージ、そのリトアニアから学べることがいろいろあるよということが大使からのメッセージだと僕は思ってるんですけども、あの飛行機の時間までその話を伺いたい。おっしゃる通り、それは逆で、そのリトアニアは日本から学びたいと思ってます、うん、人としてのその、まあ、品格の高さ、そしてそのもちろん持ってる経済力の高さ、そして技術の高さ、同時にその文化伝統をきちっと大事に守ってきているという、その現代性とその伝統性、これをミックスさせた見事な民族だ、国民だということで、自分たちの国づくりをするにあたってそういうものを学びたいと。でこれはそのヨーロッパから学べるものかどうか、アメリカから学べるかどうか、他から学べるかというときに日本というものがあるじゃないかということを指摘する人が多いです。逆におっしゃったそのリトアニアを学ぶところが多いじゃないかというのは、私自身はしっかりだと思ってますし、彼らが持っているその、まあ、質素な暮らしの中の、質朴さというものとか、その自然のものとの共存するその方法、それからその祖先を大事にする教え方、あるいはその文明やその進歩の速度を超えた人としての、ね、基本的価値観なので、これは どちらが優劣をつける話じゃなくて、どちらが学びやかということなので、パートナーとして非常にいい国だと思いますし、日本を特に尊敬して日本に親近感を持っている国の人たちです、うん、沖縄から行くにはどうしたらいいんですか、はい、どうやって今回は帰られるんですか。今回はですね、とりあえずヨーロッパのある某地点にまでどこだろう直行便で行ってあフィンランドかもしれませんけども、はい、そこからもう経由でその、うん、行きますけども、できればその直行便がね、そのできれば9時間で行けますから、そうなるときに、例えばもしかしたらカウナスというところに直行になれば、今日本からの観光客がどんどん増えてきてますので、いずれそういうようなことを通じて、よりお互いの地理的なものも近くなる、うん、遠くて近い国ということで今回公園に来ましたけども、地理的距離は遠いけども気持ちとか性格では非常に似合うところがあるので、一度知り合えば非常に親しくなる、そのためのことしたいと思いますし。よくわかりました。今日でその18分の対談の重枝大使のこの親しみやすさで、僕が国に対しての親しみも湧きましたので、いつか訪問できるかもしれません。ぜひ来てください。私たちは沖縄の文化がヨーロッパ、スリトレニアで伝わっていただくことを心から望んでおりますので、ぜひ三振、そして課長者を含めたあれですね、沖縄の伝統文化、これこそこのヨーロッパが今度求めている新しい形の文化です。スタジオで聞いている富田恵は行きたいとすぐ言うと思いますけど、それちょっと世話してやっていただけますか。いくらでもウェルカムで、そのためには必ず沖縄文化を披露していただくと、そういうような練習をしていただけるありがとうございました。気をつけてお帰りください。じゃあありがとうございます。また沖縄に来れたら嬉しいと思いますお待ちしてます。とっても気さくにお話をしてくださいましたね。お二人のお話でも出てましたけれども、私もですね、リトアニアと聞くとすぐに思い浮かべるのは、本当に伝統文化が豊かな国だよなって。現代でも歌とかダンスとか、それから児童演劇とか伝統的なものもそうですし、すごくこう現代的なものも大変素晴らしい作品をたくさん生み出している国なんですよね。特に児童演劇なんかは世界的にも大変評価の高い作品をたくさん生み出しています。地理的にもとても恵まれたところで、古い昔からこう交通の要所だったというところもあって、でもね、やっぱり恵まれたところほど、大変苦しい歴史を歩んできたというところもあるかもしれませんけれども、人々の手を携えた鎖によって非暴力で独立を果たしたバルト三国の中の、リトアニア、私もいつか訪問してみたいなって本当に思っています。そして、沖縄の歌や踊りを披露することができたらとっても嬉しいなと思いますね。そしてお話の中に出てきた4万人が歌って20万人が聞くと最後は全員で大合唱するという、その祭典にもいつかお邪魔してみたいなと思いました。お話を終えて島田さんは、重枝さんとは初対面だったんですが、外務省の外交官ってちょっと構えるんですが、こんなに気さくで楽しい大使だといいなと思いましたと、日本にも親しみを持ってもらえそうです。それにしても、重枝さんがハワイ在住の頃のウチナンチュ、とってもインパクトがあったそうです。今度そのお話も伺ってみたいですね。今週のコーラルラウンジは、外務省在リトアニア大使館特命全権大使の重枝豊英さんと、ラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。
恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね、朗読舞台参加者募集のお知らせです。朗読舞台一緒に作ってみませんか。これはですね、南城市で3年がかりでやっているプロジェクトなんですけれども、南城市昭和市語り部育成事業ということで、昭和市って、三々統一を成し遂げて琉球王朝の礎を築いた、まあ、南城市のヒーローなんですけれども、でも知ってるようで実はあんまり知られてなくて、どんなことをした人なのか、あと、まあ、マラソンのタイトルになってるので地名って誤解する方もいて、南城市あざ昭和市みたいなことを思う方もいらっしゃるそうなんですが、昭和市という人物についてより知ってもらって、そしてその精神を現代に引き継いで街づくりに生かしていこうということで、南城市の参加者の方もいらっしゃいますけれども、お稽古に参加できる方は町外からの参加も OK です。私3年がかりで、このプロジェクトに参加しておりまして、今回の朗読舞台も脚本演出を務めさせていただきます。昭和市って誰ということから始まって、みんなでこうゆかりの地を巡って、それで、脚本をみんなで書きました。それをみんなで読んでみようというプロジェクトです。3年目、まあ集大成の今年は朗読舞台ということで、これ一人で読むとちょっとね、大丈夫かなって思うんですけど、これ群読といってみんなで読む形になるので、あなたの声と誰かの声を重ねて読むことになります。興味のある方はぜひ詳しくハトコラボまでお問い合わせください。電話番号 098-943-1625943-1625番です。来月からお稽古が始まりまして、11月の20日には南城市内のホールで発表会が行われます。我こそはという方、ぜひご参加ください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中です。これまでの放送いつでもお楽しみいただけますので、ぜひラジオ沖縄のホームページからもう一度放送を聞きたいという方いらっしゃいましたら、アクセスしてぜひお楽しみください。それから私富田恵やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですので、お時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。